どうもこんばんは、中野篤です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6最終確認を終えた感想について話したいと思います。ロト6最終確認2口したけど、やっぱり6の桁メインで予想しました。それ以外の数字を少し変更してんけど、6の桁は基本、変えずに、2口最終確認しました。明日、どういう数字並びが来るのかわからないけど、まあ可能性はあるかなとは思ってます。さっきの動画でも言ってんけど、そこまで荒れてる感じではなかったから、この前の当選数字が。10番台は3つ出てるけど、めっちゃ荒れてるっていう感じではないから、可能性はあるかな。だいたい40%から50%ぐらいやけど、明日のロト62回連続当選できるかどうか。前回が2口目で3個一致何とかしたから、次のロト6も当選したいけど、なかなかやっぱり2口しか予想してないから、2回連続当選するっていうのはかなり難しい。5口でも2回連続当選するのは本当に難しいから、僕は2口しか予想してないから、なおさら、難易度は高いかな。まあでも、可能性はあるとは思ってんねんけど、まあ、この2口で明日何個一致するのか確認したいと思います。全然違う数字が来る可能性もあるからな、ロト6の場合。ロト6はほんと数字が多いから、全く一致しないっていうのがよくある。何回も言ってるけど、惜しいっていうのもあるけど、口数が少なかったら、外れ方も全然違うっていう外れ方も結構多いから、その時は結構ショックかな。二口でも全く一致しなかったら、やっぱり、きつい。二つで、外すんだったらまだいいねんけど、全く一致しないっていうのは、結構きついから、それだけは避けたいかな、全く一致しないっていうことだけは。まあ、とりあえず、この二口でもう、変更せずに、勝負したいと思います。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。